自由になれ。じゃあな。よっ。さて。行け、もう自由だ。あまり遠くに行くなよ。折れるわけに。姿7号式モジュール、周りを見張っててくれ。じゃあな。みんなに挨拶だ。あまり遠くに行くなよ。動く股間奥義、この剣はわかるかい。夜の権限。吸引テスト開始。行け、もう自由だ。
想の風し、またか。断罪のな雨描きがたし。じゃあな。せい、ふっと。さあ、みんなに挨拶だ。6308式ユニット夜の幻月太陽ルコウ。飛ぶか。撃て。来い。はっ。燃やしてやろう。はい、ジェンダム発射。やっせい。やっやっと風が立つぞ。影のカラスが…はっ！リオなら特製！トウ！トウ！はっ！はっ！せい！そい！ふっ！そい！今だ。くっ、ふっ、よ。姿を見た。私を甘く見ないで。甘えた。料理の時間。はっ。ロックオン。消え失せろ。次は熱を抑えるか。
こんにちは。僕は名園の主のオロルンだ。野菜はいるか？野菜売りじゃないが、少し分けてあげてもいい。心配しないでくれ。何か意図があるわけじゃないし、君から何か得ようとしているわけでもない。種が育って、どんな姿になるのかが知りたくて植えたら、どんどん増えてしまってな。喜んで食べてくれる人の胃袋の中で最後を迎えられたら、野菜たちも幸せだろ。
さっき渡してくれたの。この同点も同点についてWe'll be right back.
しってたってとやっはっせっ。終わりね。どれ、どよめく進学。稲光、すなわち永遠なり。捕まえた。見切りました。響け格の音。さっはっ信頼感度糸よ、工作せよ。ここより弱滅の時。ふっじゃあ行くよ。さばきの雷槌。見切りました。次はやってせい。はっ。たっ。ひゅっ。ふっ。逃げ道はありません。
行くよ。稲妻の名物を食べていく。行くよ。この同点この同点も
童貞についてのご質問でした。星と深夜星と深夜の境地。はっ、はっ、てっ、ふん、やっ、そこ、はっ、てっ、はっ、やっ、そこ。ふぅ、いった。さっ、はっ、てっ、捕まえた。やっ、響け、格のない。信頼かる。終わりで。ふん、かっ、はっ、てっ、そこ、やっ、やっ。
きの雷槌。オッケー。分け。山の地。せ、せ、ふ、ふ。逃げ道はありません。星と深夜無事今日の俺に任せてくれ。これは必要か？ターゲットは絞れたの？
れ、心臓の後ろに何か隠れてるぞ。なんだ、イクトミクリュウか、かわいいな。でもなんでこっちをじっと見てるんだろう。一体どれくらい経ったんだ。さっきあのイクトミコリュウと目が合った瞬間、変な空間に引きずり込まれたんだよな。あとでっかいイクトミリュウも見たぞ。一体何なんだ。お、どうしたんだ旅人。あ、さっきのイクトミコリュウだ。どこかに案内しようとしてるみたいだぞ。冒険者なら絶対真相を突き止めなきゃな。じゃあ行くよ。いいものザックザク、うちにもちょうだい。冗談だってば、あんたが持ってていいよ。
Thank you.
いいものザックザク。うちにもちょうだい。冗談だってば。あんたが持ってていいよ。捕まえた。はっ、はっ。裁きの雷。オッケー。いった。はっ。さっ。はっ。いとよ。交錯せよ。どよめく進学。火炎を刻め。いいものザックザク。うちにもちょうだい。冗談だってば。あんたが持ってていいよ。
けん。かかれ。やっ。そう。見切りました。はじこれ。せた。いった。せ。逃げ道は。痛がったよ。見切りました。せっかかれ。オッケー。さっはっちゃっしはっはっはっ。さばきのいはっ。捕まえた。オッケー。響け角のね。はびこれ。せ信頼感度かかれ。おたやどの目が出るかしら。じゃあ行くよ。てっ、はっ、そこ、さっ、ぜ、どれ、痛がっちゃうね。はっ、見切りました。やっ、はっ、はっ、た、せ、はっ、いった、わけ、山の地。じゃあ行くよ。せいかかれ。せっはっほっせやっはっいっただはっおえせどれ。逃げ道はあります。終わりね。撤収。響け爆の音。見切りました。たはっさっふっどれ。信頼感度。逃げ道はありません。痛がっちゃいないよ。はっどれ。どの目が出るかしら。はっはっさばきのいかづち。ここより弱滅の時。受け取りなさい。私には無用の長物です。オッケー。
じゃあ行くよ。進学火炎を見切りました。さっはびこれ羽ばたけ。はっはこの世界も私に答えている。じゃあ行くよ。もう寝る時間だね。きちんとしまっておこう。
としまっておこう。格のね。どうしてあいつがここにいるんだろう。
コーチ、荷物は全部運んだよ。次は何すればいい？お疲れ。少し休んだら作業を始めるぞ。二人は北側の家屋を修理してくれ。あんたたちは西側の道路を頼む。来る途中、踏むと板がギーギー鳴ってた。道全体を補強する必要がありそうだ。了解。なら、まずは箱を持ってこう。手を貸そうか？結構重いだろう。まあ待て、心配無用だ。この筋肉は飾りじゃないからな。見ろ、この完璧なライン。これ式の荷物、片手で持ち上げられるさ。ならいいけど、明日全身筋肉痛になって荷車の中で泣きながらうめく姿を見せないでくれよ。よく見てろ、目ん玉飛び出させてやっからよ。どっこいしょっと。かっくっ、腰が。初心者は痛い思いをしながら成長してくもんだ。そいつを休ませてやってくれ。あと薬も塗ってやるんだ。怪我を増やさないためにも数日は安静にしておけ。次から無理は禁物だぞ。しっかり治してからまた手伝いに来てくれ。面目ない。まだトレーニングが足らなかったか。労働と運動は別物だ。そのうち違いがわかるさ。他に手が空いてるやつはいるか？ムトタ族長のところに支援に行く。ミアンさん、旅人にパイモン？あんたたちも来たんだな。ここで会えるなんてオイラたちもびっくりだぞ。カヤクの集いで何してるんだ？ああ、豊穣の国の被害は大したことなかったから復旧作業もあらかた片付いてな。ただカヤクの集いはひどい状況だって聞いて手伝いに来たんだ。それと来る途中、ちょうどうちの部族のキャラバンに会ったから連れてきた。こいつらは私の教え子でもあるんだ。よく覚えてたな。もしかしてスポーツに興味あるのか？スペシャルトレーニングプランを組んでやってもいいぞ。あんたの体は鍛え抜かれてる。格闘技もエクストリームスポーツも完璧にこなせるだろうな。でもパイモンの方はまた太ったか？そんなことないぞ。今日はブレイズミートシチューにアカラジェ、セビチェ、カウサしか食べてないし、いつもよりずっと控えめだ。なんだ、ちょっと危機感を持った方が良さそうだな。今度スペシャルビターグリーンスムージーを作ってやるよ。グリーンスムージー？それって旅人の大好物だったよな。すっごく惜しいけど、お前に譲ってやるぜ。ま、その話は置いといて、私たちが火翼の集いに着いた時、族長に頼み事があるって言われたんだ。人手を集めてきてほしいともな。これから時間あるか？見ての通り、さっきのアクシデントで手が足りないんだ。じゃあオイラたちも一緒に行くぞ。もともと手伝いに来たわけだしな。助かる。じゃ早速向かおう。じゃあ行くよ。
ムトタ族長、来たぞ。おお、イアンサ、そちらは旅人とパイモンだね。噂は金々、君たちも来てくれて少し安心したよ。早速本題に入ろう。後ろにいるのは火翼の集いの戦士たちだよな。みんな一体寒い。デュアルテ、どこにいるんだ。どんどん沈んでいく。それにこの辺りを何かが泳いでるみたいだ。どういうことだ。横になってるのに、なんか溺れてるみたいだな。アビス、アビスが来るわ。この目は手のひらに、手は胃の中に、胃の中には無数の歯が生えている。あなたたちを食べ尽くしたら次は私の番。何言ってんだよ、アビスなんて来てないぞ。そいつらいつ入ってきたんだ。はあ、見ての通りみんなひどく精神をやられている。あの対戦の後、彼らは行方不明になっていたんだ。先日やっと見つけたと思ったら、どうもおかしな状態になっていてな。彼らを見つけた時、アビスの気流に侵食された地に倒れていた。そのそばには犠牲になった戦友もな。相当ひどい目にあったんだろう。以前名園の主の族長から聞いた話によれば、強いアビスの力に突然触れると体だけでなく精神にも異常をきたすそうだ。グーシートースがあまりに強大だったこともあり、過去に例を見ないほどの規模で異常を引き起こしたのかもしれん。グーシートース、なんだそれ。少し前まで空にとどまっていたあのアビスの魔物のことだ。アビスの不滅種グーシートース、古くからそう呼ばれている。あの黒くてでっかい球体のことか。オイラたちが撃退したやつだろ。ああ、あれによる脅威はなくなったが、戦士たちに残された傷はまだ癒えていない。ここ数日文献を一通り調べたが、これといった解決策は見つからなくてね。数百年前には特効薬を作れる人もいたらしいが、その作り方は失われてしまっている。あ、そういえばお前はアビスを浄化できたよな。こいつらを助けてやれるかもしれないぞ。いや、ありがとう。どうやらアビスの力を完全に取り除いても精神的なダメージはそう簡単に言えないようだ。じゃあどうすればいい。この先ずっと治らないのか。姉ちゃん、しっかりしてよ。僕を一人にしないで。どうにかならないのか。グーシートースに勝って戦士たちも生きてるっていうのに、狂ってく姿をただ見てるしかないなんて。もちろんこのまま見てるつもりはないぞ。何か方法が。一つずつ解決してこう。まず戦士たちをここから出してやるんだ。こんなところに詰め込まれてたらどんどん空気が重くなってくだけだろ。こいつらにとって居心地のいい場所に行ってもらう。そしたら私と旅人パイモンで話してみる。でも本当に大丈夫だろうか。不安があるのもわかる。でも現状他にいい案もないだろう。うまくいくかいかないかはやってみないとわからないぞ。ほら、ぼーっとしてないで道を開けて、こいつらを自由にしてやるんだ。付き添いは必要だけど、あんまり近づかないこと。行き先さえわかれば十分だ。
私たちもそろそろ出発するぞ。さっき言った通り、あいつらと一対一で話してみるんだ。あんま楽観視できる状況じゃないけど、きっと治る。これまでだって何度も困難を乗り越えてきたんだし、今回もなんとかなるさ。よし、行こうぜ。さてと、さっき寒いって言ってた人がいただろう。覚えてるか？地面の上で溺れるなんて普通はないことだし、まずはそいつに会ってみよう。いたいた。私の声は聞こえるか？暗い、寒い、帰りたい。わかった、すぐ連れて帰るから少し待ってろ。北条の国から持ってきた支援物資の中に薪があったはず。火を起こしたら何か変わるかもしれない。ん？なんでだ？暗くて濡れてて寒い時は火を囲むのが一番だろ。体が温まればこいつの見てる世界にも変化が起きるかもしれない。薪を取ってくるからここでちょっと待っててくれ。光？あれ、水の中になんで光が？本当に反応があったぞ。誰かいるのか、助けてくれ。いや、近づくな。ここは水が深い、来るのは無理だ。心配すんな、流線の衆の友達を連れてきてる。こいつらの泳ぎはあんたもよく知ってるだろ。大丈夫、すぐ助けに行くから。俺のことは構うな、早く。デュアルテ、ダメだ、またさっきの状態に戻ったぞ。焚き火だけじゃ足りないみたいだな。さっきもデュアルテって名前を呼んでたし、何かいいヒントになるかもしれない。この辺りで話を聞いてみよう。あいつは少し良くなったか？いろいろ試してるところだ。一つ聞きたいんだけど、デュアルテって名前を聞いたことあるか？デュアルテ？ああ、知ってるよ。アトコと一緒に育った竜の名前だ。アトコは小さい頃溺れたことがあってな。その時あいつを助けたのがデュアルテだった。水中深くまで潜ってアトコの背中を押しながら陸地に戻ったんだ、気を失うまでな。幸い人も竜も死なずに済んだよ。そうなのか。じゃあもしその子を連れてけば。いや、残念だけどあの子はもういない。4年前のアビスの襲撃で負傷した戦士を乗せて前線から撤退する途中襲われてしまったんだ。これといった特徴はなかったかな。少し小柄なところを除けば他のククリューと大して変わらなかったと思うよ。待った、もしかして。その顔、何か思いついたみたいだな。じゃあ行動開始だ。いろいろ教えてくれてありがとな。なんとかしてあんたの友達を助けてみせるぞ。気にしないでくれ、頼んだよ。
デュアルテ。なんでここに。助けに来てくれたのか。あ、うまくいったな。し、次はどうする。おっと、あの時もこんな風に俺を水から押し上げてくれたよな。10年以上経ってまたお前に助けられるとは。ありがとな、見つけてくれて。ところでどうやってこんな深いところまで来たんだ。上に戻ったらちゃんと礼をしないと。昔みたいに大盛りのブレイズミートシチューを買ってきて一緒に腹いっぱい食おう。もうすぐ水面だ。集落じゃお前が死んだっていう人もいるが俺は信じちゃいない。俺が守ってやる、どんなことがあってもな。いや、俺はお前は。まずい、疑い始めてるぞ。ドゥアルテ。いや、お前はドゥアルテじゃない。あれ、なんで俺こんなところにいるんだ。お前たちは。あとこ、イスカリ一体どうなってる。確かアビスと戦ってた時に溺れてドゥアルテにそっくりな子に助けられたはずなのに、なんで。そうか、そんなことに。迷惑をかけてすまなかった。あんたのせいじゃないさ。私が言うのも違うかもしれないけど、あんま自分を責めないでいいと思うぞ。今回のこともドゥアルテのこともな。ああ、お気遣いありがとう。じゃあゆっくり休んどけ。彼のことは頼んだぞ。どうやらみんなを元に戻す鍵は心の奥底で大切にしてるものにあるみたいだな。彼らにとってそれは最後の種火なんだろう。今回の経験を生かせば次はもっとスムーズにいくはずだ。さあ、肩の力を抜いて頑張ってこう。食べられる、食べられる。グーシートースは倒した。怖がる必要なんてない。あんたを傷つける者はもういないんだ。違う、あれは必ずまた戻ってくるわ。誰にも止められない。そうよ、アビスを止められる人なんていないの。みんな食べられてしまうんだわ。でもあれの胃袋の中で再会するのも悪くなさそうね。気のせいかな。さっきのやつよりもこっちの方が重症っぽいぞ。一応会話はできてるけど内容はめちゃくちゃだし、なんだかすごく怯えてる。怯えてる。ああ、そうだな。アビスとの戦いで生まれた恐怖か。それともアトコみたいに心の奥底にあった恐怖がアビスによって膨れ上がったのか。さっきと同じように彼女の過去のことをこの辺りで聞いてみよう。
いやんさ、アトコが元に戻ったそうだな。さすがだよ。もし人手が必要なら何人か回せるが。ムトタ族長、ちょうどよかった。コチッタについてちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど、君たちの考えは一理ある。戦士たちが精神異常に陥っているのは確かに心の奥底にある焦燥や恐怖と関係しているのだろう。コチッタは自分の過去が話されることを嫌っていたが、状況が状況だ。ここは私が悪役を買って出よう。イアンさ、戦士になるために生まれてきた人がこの世にはいると思うか？いるだろうな。教え子の指導をしてるとき、このスポーツをするために生まれてきた人だって感じることがたまにあるし。じゃあ生まれながらにして戦士に向いていない人はいると思うかい？どういう意味だそれ。コチッタは子供の頃アビスとの戦いで両親を亡くした。当時コチッタはまだ11か12、弟はやっと物心がつくかつかないかの年頃だった。燃え盛る火の中、両親が血の海に倒れるのを二人はその目で見たんだ。それからコチッタは訓練に励んだが、アビスの魔物と戦うことを踏み切れずにいた。兄弟二人とも極めて重いトラウマを抱え、どうしても克服できなかったんだ。あれ？でもコチッタは戦場に行ったんだよな。外で倒れてるところを見つけたって。ああ、彼女が変わったのは数年前、あの日と似たような夜、アビスが部族を襲った時のことだよ。一匹の魔物が彼女の家に入ってきたんだ。他の戦士が駆けつけた時、コチッタは震える手で武器を握りしめ、丸くうずくまる弟をかばっていた。もう目の前の魔物は倒れているのに、それには見向きもせず、ただこう繰り返していたそうだ。クアリーは私の最後の家族よ、必ず守ってあげるからとね。その日から彼女はまるで別人のようにアビスと絶えず戦い、頼もしい戦士へと成長していった。トラウマを克服したとみんな喜んでいたが、今思い返せば彼女はただ心の奥底に恐怖を押し込んだだけだったのかもしれない。アビスへの恐怖に打ち勝てなければまた家族を失う苦痛を味わうことになる、そう思ったんだろう。家族を失う恐怖がアビスの恐怖を上回り、彼女を強くしたように見せた。けど子供の頃に経験したその夜のことを彼女は一度たりとも忘れてなかったんだな。そして今回ずっと抑え込んできた感情がアビスによってあらわになったと。何かいい方法はないのか？こりゃ難題だな。何かしらのきっかけがないと。クアリー？クアリー、なんで武器なんか持ってるの？姉ちゃんを傷つけた魔物はどこ？絶対に許さない。今度こそ僕が姉ちゃんを守ってやる。落ち着くんだクアリー、魔物はもう。何があっても姉ちゃんを守るんだ。これ以上姉ちゃんが悲しむのは見たくない。だって僕の最後の家族なんだから。家族？ムトタ族長、待った。コチッタが反応したぞ。クアリーが戦場に行けばアビスに食べられちゃう。いや絶対にダメ、すぐ止めないと。でも私には無理、アビスに勝てる人なんていないもの。お父さんとお母さんですら。私はただの臆病者よ、戦士なんかじゃない。でもクアリーを守ってあげないと。一体どうすればいいの？姉ちゃん。もう一度試す。なるほど、戦う意志は取り戻したけど、心に根付いたアビスへの恐怖が邪魔してくるってことは、
もう一度自分の手でアビスの魔物を倒せば、アビスなんてそこまで強くないってことに気づくはずだ。私たちがいれば怪我をしないよう見守ってやれるし、試す価値はあると思う。けどアビスの魔物はどこに？北の山に行けばまだいるかもしれない。アビスを撃退した後、一部の魔物がそっちに逃げたんで、専門部隊を派遣して対処しているところなんだ。大半の脅威は片付いたが、きっと取り逃がした魔物もいるだろう。よし、早速行ってみよう。こっち行った、歩けそうか？もう逃げ道はないわ。たとえアビスの魔物に飲み込まれようとも、しっかり向き合うつもりよ。僕も一緒に行かせて。姉ちゃん一人で恐怖と向き合わせるなんてことさせない。わかった、しっかりついてくるんだぞ。さあ出発だ。箱もジャオを穴からおびき出すことができるのね。見つけた、こいつらにしよう。大丈夫か、こちった。無理するなよ。安心させるためにまずは私たちで魔物をボコボコにするか。あ、いや、あんまいい方法じゃないな。近くで見守りながら必要な時だけ手を貸すか。見つけた、あの夜の魔物たちだわ。子供の頃、お父さんとお母さんは何でもできる人だと思ってた。強くて優しくて世界で一番すごい人だって。でも炎の光が闇を切り裂いたあの夜、二人は目の前で倒れた。今も鮮明に覚えてる。木が倒れる時の砂ぼこり、弟の泣き声、立ち込める生臭さ、全て脳裏に刻まれてる。早く逃げてと言ってくれた二人の目には恐怖が浮かんでた。あの日から逃げるという言葉がずっと私につきまとってる。でもあの時お父さんとお母さんはどうして逃げなかったんだろう。それはきっと、頑張れ姉ちゃん。後ろに家族がいたから。だから何があっても引くわけにはいかなかったのよ。家族には指一本触れさせない。いただき、オイラたちの手を貸そう。どよめく侵略さっ、信頼感度できるわ。やらないと。オッケー。はっ、よっ、そ、はっ、
まえた。どの目が出るかしら。ここより弱目引きなさい。見事な一撃だったぞ。魔物たちがポコスカ吹き飛んでた。え、私が。でも相手は山みたいに巨大なのよ。目だってたくさんあるし、見たもの全てを飲み込むのに。あれ、私何言ってるんだろう。アビスの魔物ってそこまで恐ろしかったかしら。これまで何度も倒してきた相手なのに。あ、正気に戻ったみたいだぞ。さっきまで一体。みっともない姿を見せちゃってごめんなさい。私ね、恐怖や迷いを知らない戦士たちがずっと羨ましかったの。ここ数年でやっと自分も強くなれた気がしたけど、結局。無理をしすぎるのは逆効果だぞ。休まずにトレーニングしたら体が壊れるのと同じでな。誰にだって休憩は必要だ。それにこれからは一人で背負う必要もない。そうだろ。姉ちゃんだって魔物が怖いのに、それでもずっと守ってくれた。だから僕もっともっと強くなって姉ちゃんの力になりたい。そう。じゃ早く大きくならないとね。ありがとう。あなたたちのおかげで自分を取り戻すことができたわ。ただ力が抜けちゃって歩いて帰るのはちょっと無理そう。ここで少し休ませて。僕が姉ちゃんのそばにいるよ。ああ、周りを観察したところ他に危険はなさそうだった。あたしたちは先に戻ってるな。ゆっくり休んでくれ。日は沈んだらまた昇る。明日は必ずやってくるんだ。心の奥底に恐怖があっても、前を向いて進んでれば、きっと明るい未来を迎えられる。オッケー。アトコが元に戻ったってよ。え、本当？ああ、旅人とイアンサのおかげでな。なるほど。どうしてエンジン様と最終決戦に向かうのが旅人なのか不思議に思ってたけど。そういうことね。確かに旅人は私たちにはできないことをやってのけてくれるみたい。無事元に戻すことができたな。さすがは国をまたいで活躍する旅人。どんな問題でも解決策を見つけるなんて本当頼もしい限りだぜ。それにあんたは周りの人に希望をもたらしてくれる。旅人があなたに来てから勝利への現実味が増してきた気がするんだ。そうだな。地球に釣られた台の上からおかしくなっちゃった戦士たちをいっぱい見たときは、正直足がすくんだけど、お前のおかげで落ち着いて解決策を見つけることができたんだ。だからイアンサもすごいと思うぞ。ありがたく受け取っとくぞ、その褒め言葉。
何事も最初の一歩は難しいってよく言うけど、その一歩が難しいのは複雑に考えすぎてなかなか足を踏み出せないってだけなんだ。無理に決まってるとか、やっぱやめとこうとか、よく耳にするだろ。でも目標を細かく分割すれば、最初の一歩だってそれほど難しくないことに気づく。むしろこんなに簡単だったんだって思うことすらある。へえ、そうなのか。確かに言われてみるとそんな気もするぞ。だろ。例えばパイモンがさ、ダイエットのために肉を断ってグリーンスムージーだけをたくさん飲めって言われたらどう思う？お肉が食べられない上に苦いグリーンスムージーを一日三食何ヶ月も飲まなきゃいけないのかって、きっとそう思うだろ。でも最初のうちはブレイズミートシチューの肉を2切れ減らして、代わりにグリーンスムージーで栄養を補うことから始めればいい。いきなり苦行をする必要なんてないのさ。お肉を2切れ減らすだけならオイラにもできそうな気がするぞ。でもそんなんで効果あるのか？継続は力なりって言うだろ。一朝一夕で成し遂げられることなんてない。一歩一歩の積み重ねが大事だ。知ってるか？私の古名には力って意味があるんだ。名前からして普通は背が高くて筋肉ムキムキの選手を想像しがちだけど、私はみんなが期待するような体格にはなれなかった。そのせいで疑いや失望の声もたくさん耳にしてきたぜ。たくましい選手からしたら、なんで私が古名を受け継いだのか甚だ疑問だったろうしな。最初は私も戸惑ったよ。でも力の本質は問題を解決することにあるって気づいたんだ。屈強な体も強靭な精神もその手段の一つであって結果じゃない。だから壁にぶつかったら問題をいくつかのステップに分けるようにしてるんだ。不可能そうに見えてもまずは行動してみる。失敗したっていい。だって世の中順風満帆に行くことばかりじゃないからな。まあちょっとした経験則さ、役に立ってくれたら私も嬉しい。なるほどな。よし、明日からグリーンスムージーを飲んで、いや今日から行動開始だ。イアンさんってすごいな。一緒にいるとなんだかオイラにもできそうって気がしてくるぜ。お前って周りの人にも力を分けられるのか？大げさだって。そんなスゴ技できるわけないだろ。あんたたちに絶望を乗り越える力が備わってるからだと思うぞ。各国を旅してきて遭遇した困難の数はきっと私の比じゃないはずだ。でも二人は足を止めなかった。それが証さ。私も見習わないと。ってことでこれからもよろしくな。大変だヤンさん、おことらの様子が変なんだ。落ち着け、すぐ行く。雑談している場合じゃなさそうだ。急いで向かおう。あともう一踏ん張りだ。おことらしっかりしろ。どうしたんだよ。気をしっかり持つんじゃ。わしらのことがわからなくなったのか。どこもかしこもアビスの魔物で溢れてやがる。し
集落の隅々まで奴らで埋め尽くされるとはな。負けたのか。いや、今さらそんなこと考えても仕方ねえ。選手としてやるべきことはただ一つ、最後まで戦うのみ。気をつけろ、完全に我を失ってる。おことら下がれ。話しかけても聞く耳を持ってくれないようだ。とりあえず抑えるぞ、手を貸してくれ。まさかオイラたちをアビスの魔物だと思ってるのか。おい、落ち着けって。オイラたちは敵じゃないぞ。今何を言ったって無駄だ、応戦するしかない。かかってきやがれ。アビスめ、集落から出てけ。いて、おやじ、おふくろ、エンジン様、これが俺の最後の戦いだ。やめろオコトラン、このままじゃお前の体が持たん。アビスの名物め、家族を返せ。オコトラン、よく見ろ、お前の親父さんは目の前にいる。出てけ、絶対許さねえ。わしのことは構うな、頼む、オコトランを傷つけんでくれ。悪いやつじゃないんだ。心配すんな、私たちが何とかする。とりあえず安心だし。でも次はどうするんだ。前の二人と違って全然話を聞いてもらえそうにないけど。オイラたちに向かってアビスの魔物って言ってたし、敵だと思い込んでるよな。おことらん、強い闘争心に支配されてるみたいだ。でもこのまま放置しとくわけにもいかないし、何か方法は。アビス侵食症候群、500年経って再びそれを目にするとはな。この声は。同じ症状を見たことあるのか。許容限界をはるかに超えるアビスの力に触れた時、大半の人は精神に不可逆的な損傷を負いかねない。損傷にはいくつかステージがある。幻覚症状がそれほどひどくない場合は、まだ外界の変化を感じ取れるため、言葉や行動で正気に戻すことは可能だ。だが完全な精神錯乱に陥った場合、幻覚から抜け出せず薬で解決するしかなくなる。それに備えて我々が開発した薬が制限剤だ。制限剤？アビスの影響を取り除く精神薬だ。だが副作用も強い。不定期に訪れる頭痛に一生悩まされるなどな。故に重症者に限って服用させている。彼は優秀な戦士だ。そう簡単に動揺せず戦意も失わない。だからこそ、ひとたびアビスの影響で精神が暴走すれば治療はより困難になる。俺を信じるならこの薬を飲ませてやるといい。アビスめ、よくも襲いやがって。かかってこい。お前らが死ぬか俺が死ぬか。
決着をつけてやる。目を覚ましたぞ、急がないと。どうかおことらに薬を飲ませてくれぬか。あの子の目に映る世界では一人で辛い戦いをしておるに違いない。命がけで守ってきた仲間や家族は消え、周りは敵ばかり。必死に戦ってきた戦士にとってこれ以上の苦痛はなかろう。魔物、何があったんだ親父、なんでここに。さっきまで集落がアビスに襲われる夢を見てたような。ああ、もう大丈夫じゃ。悪夢から覚めたからの。さあ、うちに帰ろう。ゆっくり休むんだ。そうじゃ、まだ礼を言ってませんでしたな。そちらの方はどうお呼びすれば。する、いや、カピターノでいい。息子を助けてくれてありがとうございます、カピターノさん。わしは無奈、もしよければいつでもうちにやってくだされ。では我々はこれで。おことらん、立てるか。家までおぶってやるよ、旅人。また後でな。はぁ、これで一安心だな。礼はいい、協力者としての責務を果たしたまでだ。それにこの土地の状況は人事とは思えないからな。あ、前にマービカのところでお前が言ってたこと覚えてるぞ。500年前隊員たちとナタに来てアビスと戦ったって。ああ、ナタの地も守りたいと思っている。500年前、兵を連れてきた時、俺もお前たちと同じように異教人だった。そしてナタの民がアビスに立ち向かって戦う壮絶な光景を目にした。未熟なところはあるにせよ、彼らは立派な戦士だ。同胞を守るために心の恐怖を乗り越え、命を賭して戦った。俺はカーンルイアの栄光のために戦い、ナタの人々は自国のために戦っている。だがその敵は同じだ。故にナタを助けるために残ると決めた。俺はナタ人と共に最後まで戦った。ナタを離れた後、各地を転々としたが、この国を忘れたことは一度もない。俺がやり残したこともな。名縁の主と共に戦った天柱騎士のことを、ナタの人々は未だに覚えているようだが、あの時のことには触れたくない。その名は、俺の故郷の栄光を背負い、同時にナタの栄誉が込められたもの。だが俺は、兵士たちを故郷に連れ帰ることも、アビスの脅威をナタから完全に取り除くこともできなかった。お前のせいじゃないだろ。アビスの奴らが想像よりも強かったせいで。慰めは不要だ。元の顔を失った今、過去は歴史に封印されたままの方がいい。これからも自分なりのやり方でナタを助けるつもりだ。制限剤もそのためか。へえ、お前が薬を作れるなんてな。昔医者だったのか。制限剤は俺ではなく、グスレットが開発したものだ。兵士から熱い信頼を集めていた軍医で、副官である彼を俺も飼っていた。当時も今と似たような状況が起きていたな。果てなく続くアビスとの戦いで、
兵士たちの精神は傷つき、味方同士で殺し合う悲劇を生んだ。一日も早く治療薬を作るため、グスレットは自らの体で実験を行い、ついに制限剤の開発に成功した。だが彼は間もなくして亡くなった。実にあいつらしい生き様だ。生死を度外視し、いかなる代償をも惜しまない自分の命もな。今に至ってもなお、この薬が人の役に立っていることを彼も喜ぶだろう。アビスはこの地に計り知れない災いをもたらした。一日も早く戦いが終わることを切に願っている。他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。きっとこの瞬間のために私はここに戻ったのでしょう。どうか目標を成し遂げてください、長官。思ったより勘が鋭いようだな。だが伏せておいた方が都合のいいこともある。協力関係を結んだとはいえ、目的が完全に一致するわけではないからな。なんだよ、もったいぶって。何か隠してるんじゃないよな。お前たちとの信頼関係を壊すつもりはない。グスレッドのことに言及したくないのはあくまで個人的な理由からだ。お前たちも見てきた通り、ナタは喫緊の危機を乗り越えたとはいえ、この地に根付く魂はまだ安寧を得られていない。俺が言えるのはこれぐらいだ。そのために力を注ぎたいと思っている。そこまで言われたらしょうがないな。信じてやるぞ。もし他にも疑問があれば答えよう。どんな質問でもいいのか。仮面をかぶった状態でどうやってご飯を食べるのか気になるけど。お前は何か聞きたいことはあるか。死の失勢の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。大戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、死は微動だにしていない。神の庭には花と雑草が生えているが、雑草は土の中の栄養を奪ってしまう。故に庭師は雑草に罰を与えることにした。俺は個人の物差しで善悪を判断したりしないが、彼女が俺と俺の同胞に苦痛を与えたのは紛れもない事実だ。お前たちには分かりにくいかもな。もっと分かりやすく見せよう。死の失勢は死の形を自由に定義できるだけでなく、不死を与えることもできる。彼女が持つ力はそれ自体が一種のルールだ。その比類なき力を前にした時、絶望に陥るのも無理からぬこと。だが変えられぬ運命などないと信じている。逆らえない死や完璧なルールなど存在しない。最後を迎えるその瞬間まで俺たちは全力で抗わねばならないのだ。おーい旅人、ハイモン。おっと悪い、
邪魔しちゃったか？オコトランを送った後、辺りを見て回ってたら、かがり木の民の伝達師に会ってな。あんたたちを探してたぞ。え？なんかあったのか？米作りが次のステップに入ったらしい。シロネンが聖書の旅折り、つまり前回あんたたちに渡した収集装置の進捗をチェックしたいんだってさ。私含めて何人かに声をかけてるみたいだ。後で一緒に聖火競技場に向かおう。米作りはお前にとって重要なことだろう。当然優先すべきだ。ここで別れるとしよう。順調に行くことを願っている。では。本当に謎だよな、あの人。でも初めて会った時の威圧感はあんまり感じなくなった。私たちを仲間だって思うようになったのかな。さあ聖火競技場に行こう。シロネンたちをあまり待たせるのも悪いしな。隊長のやつ、結局目的については明かさなかったな。そういえばあいつのあの感じ、最近会った誰かと雰囲気が似てる気がするぞ。あ、わかった、ヤガミと似てるんだ。ヤガミのあいつもなんかすごく疲れてるって感じがするんだよな。寿命が長くて何百年も生きるのってやっぱりかなり疲れることなのかな。